どうも、なおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、馬を使っていきます。今作、馬攻撃がむちゃくちゃ強いんだよね。まあ、とにかく、行きましょうか。ちなみに、馬に乗る時の技能は、これがおすすめです。攻撃範囲、そして速度、グレン、奇心、奇行、無双増加、修羅です。これがね、やったところ、ベストかなと思いますので、参考にしてみてはどうでしょうか。では、行くね。まず、馬のいいところなんだけども、速い。とにかく速い。うん。移動が全然ストレスなく行くっていうのが、一番のいいところかな。うん。で、馬の強さっていうのが、これ。馬の無双。これがとにかく鬼のように強い。とんでもない強さ。ただね、一つ、難点があって、よく訳がわからなくなるっていうところ。訳がわからなくなるのね。なんで、どうだろうね。馬の、そうね、速さが、遅いやつだったらちょっとはマシなのかな。いやー、わからない。松風で行くと、ほんとね、わけわからなくなるのよね。だから、まあ、慣れとかそういう問題じゃないと思う、これは。慣れとかの問題じゃない。とにかく、もう、わけがわかんないのよ。カメラの視点の合わせ方もいまいち、わけがわからなくなるし、うん、ちょっとね、扱いは難しい。でも難しいんだけども、なんとなくで全然いけるっていうところが、いいよね。なんとなくやるだけで、全然余裕でクリアできていくっていうのが、いいところです。もうちょっとね、なんか、視界がはっきりしてればね、よかったんだけど、視界がね、全然はっきりしないんだよな。ほらもう、引き倒していくからね。一発で。ひどいもんだよ。いいか。濃姫の方はあいつにお任せしときましょう。俺はとにかく、ここら辺のやつを全部、やっつけときます。うん、このなんだろう、速度が出てるよっていうエフェクトはわかんのよ。うん、あ、速いんだなっていうエフェクトはわかるんだけども、それがあるがゆえに、わかんないんだよね。よくわかんなくなるんだよな。え、抜けた？あ、抜けてないね。あれ、ドーダンさんどこやった？置いてきたでしょ。しゃあしゃあだよ、ほんとに。あ、ちょっと待って。オッケー。いい？ああ、なんかすごい。押し込まれていってるじゃん。押し込まれていってる。あ、待って、ミスった。こいつはミスっちゃったな。こっちの拠点の近くで。あ、ダメだ。もう、0秒だ。仕方ない。1個ぐらい失敗してもね、いいです。し、この馬を使うと、S ランククリアが、そもそも難しい。なので、S ランクは、別に狙わず、いいよね。狙わずに、とにかく、もう急いでクリアしたいとき、おすすめです。おすすめ。わあ、痛い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 。特に、フィールドが、広いとこ、なんかはね、これすごい合ってるんで、いいです。ここフィールドが狭いのよ。フィールド狭いところは、ちょっと訳がわかんなくなるので、おすすめはしないわけじゃないんだけど、慣れは必要です。大体ここら辺に道があるよねっていうのが分かってれば、だいぶマシかな。いやもう、このなんだかもうひどいもんだよ、本当に。全然何してるか分かんないんだもん。
どういうことよこれ。安くのだ余裕。もうちょっと視界をね、いやこの風のエフェクトみたいなのあるじゃん、ギューンギューンって。あれがね、あるなしを選択できればもっと良かったんだけどね。あれ選択できないんだな。ドラッ、オッケー。信長様変わってね。ではもう少し頑張って倒していきましょう。いる、来た、あ来たね、行け。どこにいる、あ、いやこれ違う、こっちじゃない。あ、上の地図を見れば若干どこに向かってるかが見当つくかな。いやそれですら難しい、それですら難しいぞ。行け、今川軍を倒す。はい、で次元就も、あー、なんか抜けたな、どこ行った。おー、いたいたいた。あと1体です、行こう。本当に視界が悪い、視界が悪すぎる。この狭いねフィールドにおいては普通にクリアしていった方が早い。あ、全然早いね。しゃあ倒しました。まあ、こんな感じだね、馬無双。やってみたらそこそこ面白いので、やってみてください。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。